毒ウツボ毒ウツボは、ウナギ目ウツボ科に属する魚類である。最大で全長3メートル、体重30キログラム。体は細長い円筒形。灰色や高褐色の体色で、体表面に3列から4列の黒色のまだら模様を持つ。エラ穴の周囲が大きな黒縁で覆われている。植生は肉食で、主に甲殻類や小魚を食べる。 インド太平洋に広く生息している。北は琉球諸島、ハイ諸島。南はニューカレドニア、トゥブアイ諸島。温暖なサンゴ礁や岩礁の浅瀬に生息する。ウツボ類は、毒ウツボ以外にも、ニセゴイシウツボなど、環境によって毒化する種が存在するが、毒ウツボの毒は、毒蛇のように噛みつくことで毒がから注入される、毒液ではない。 毒素に汚染された毒ウツボを人間が食用にすることによって発生する食中毒である。日本の沖縄県の一部や高知県の須崎市周辺、特に水揚げが多いのが須崎魚市場で西日本一である。台湾の一部、その他のインド太平洋の島で食用にされている。毒ウツボが毒化する条件は環境によるもので必ずしも全ての個体が 食中毒を引き起こすわけではない。毒うつぼは食物連鎖の頂点にいるため、生物濃縮で体内に高濃度の毒素を保有する個体が存在する。実験により筋肉と内臓にしがてら毒の存在が認められている。本種の毒性は筋肉よりも内臓の方が強いとされる。厚生労働省のウェブサイトで毒うつぼの毒性は猛毒に指定されており、 シガテラ毒を保有する魚類の中でも特に多量のシガテラ毒を保有すると説明されているほか、毒性が強いことから集団で食中毒を起こす危険性が指摘されている。ジムナトールックスジョベネカスフィッシュブイスハット自然毒のリスクプロファイル魚類シガテラ毒厚生労働省2020年8月30日閲覧ありがとうございます。